5番の宇根木が先頭、3番手6番の三浦、動いたのは2番手の山本。まずは近畿勢一本棒を崩してまいりました。ゆっくり上昇2番手の山本、追走が4番の渡辺です。さあ打賞の周回に入るところで後ろから前を抑えた2番手の山本先頭に変わって、今度6番手の三浦、三浦が上がってまいりまして、一度切った近畿勢の上、中部勢が叩いていきますでしょうか。そして7番手の藤木が先手ラインの3番手に乗っていくか。5番の宇根木も反応していって、さあここ5番の宇根木がジャンで飛び出してまいりました。岡山勢のジャン魂、7番の藤木が切り替えての3番手、あとは2番の山本慎一。さあ後方から上がっていって6番の三浦と2番の山本、ちょっと中段で絡むような展開になりました。後ろを振り返った先頭5番の宇根木、中段外並走から2番の山本がまた一車車を上げて3番手2番手まで迫ってまいりました。最終の2コーナーからバックストレッチ、3番黒田がブロックを見せるんですけれども、さあ山本が前を捉えることができるかどうか。ただ前では5番の宇根木もこらえている。さあ宇根木もかかっているか。追走が3番の黒田、4番の渡辺、 横コーナーを回ってくる。外を通って5番の宇根木、宇根木先頭で振り切ったか。外は4番の渡辺か。